ご視聴いただきありがとうございます。今回は東京都多摩市に位置する京葉線聖蹟桜ヶ丘駅周辺についてご紹介したいと思います。聖蹟桜ヶ丘駅がある多摩市は東京都の西側に位置していまして、東側の一部は神奈川県川崎市に隣接する市となっています。また聖蹟桜ヶ丘駅は多摩市の中では一番北側に位置しています。続いて聖蹟桜ヶ丘駅から主要都市へのアクセスとしましては、新宿駅まで約30分、渋谷駅まで約36分、東京駅まで約51分となっております。また多摩センターや長山駅等の多摩市内、そして国立方面へのバスも出ています。聖蹟桜ヶ丘駅はスタジオジブリのアニメ映画耳をすませばの舞台としても有名です。駅周辺には京葉聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターがありまして、各ホーム中央から直結の出口専用改札が設けてあります。この京葉聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターは京葉百貨店を各店舗とし、 A 館、 B 館、 C 館と分かれていて、京葉電鉄運営、主に京葉グループの店舗を中心に構成されています。その他にもザ・スクエア聖蹟桜ヶ丘、聖蹟桜ヶ丘オーパを各店舗とするビータ聖蹟桜ヶ丘、そして京葉電鉄の本社ビルなどがあります。駅周辺はかなり充実していますね。またさすがジブリの舞台ともなるだけはあって、街並みも緑が多くとても綺麗です。駅の北側には多摩川が流れていて、河川敷には公園や球場があります。聖蹟桜ヶ丘駅周辺に移住を考えた場合、賃貸相場や売買相場はどうでしょうか。まず賃貸相場はこのようになっています。多摩市全体の賃貸相場と比較した場合、平均的に少し高くなっていますが、駅周辺の充実度を考えると妥当でしょう。売買物件の場合、条件を中古マンション70平米、駅から徒歩15分以内の物件に絞りまして、現時点での販売中物件、また過去1年の制約事例を調査した結果、平均価格は3381万円という結果でした。同じく多摩市の中で、聖蹟桜ヶ丘駅と並んで駅周辺が充実している駅、多摩センター駅の場合は、平均価格3617万円となっていますので、多摩センターよりも平均相場は少し低くなっております。立地や駅周辺の充実度を考えるとかなりお得な気がします。ということでいかがでしたでしょうか。聖蹟桜ヶ丘駅のお引越しを考えている方、聖蹟桜ヶ丘駅にご興味があった方の一参考となれば幸いです。他にもおすすめ駅や不動産に関する動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録やグッドボタンで応援していただけると幸いです。またリノベ済み中古マンションをお探しの方はフリエのサイトよりお探しください。掲載物件はすべて仲介手数料不要で、物件掲載の被りもなく、お得にスムーズに物件をお探しいただけます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。